マチャイアスはアメリカ合衆国メイン州東部のワシントン郡に属する町であり、同郡の郡庁所在地である。メイン州のダウンイーストと呼ばれるカナダとの国境と大西洋に近い位置にある。2010年の国勢調査では人口2221人であり、メイン州の郡庁所在地としては人口最小である。町内にはメイン大学、マチャイアスコート、町が所有する。 小さな公営空港である、マチャイアスバレー空港がある。マチャイアスという言葉は、パサマコーデ族インディアンの言葉で、悪い、小さな滝と訳すことができ、マチャイアス側のことを指している。アメリカ独立戦争の時に、最初の海戦が起きた場所として知られている。イングランド人が最初にマチャイアスのある地域に入ってきたのは、1633年に、 リチャード・バインズが現在マチャイアスポートのある場所にプリマスカンパニーのために公益基地を設立した時だった。最初の拠点ができた時代はフランスとイングランドの間で激しい領土争いが起きていた時だった。フランス領アカデアの指揮官シャルル・ドラツールがノバスコシアのポートロイヤルにあった首都から降ってきて守備隊6人のうち2人を殺し他の者たちをその商品と共に連れ去った。 その後の120年間、イングランドからも、フランスからもこの地点を領土にしようという永続的な動きがなかった。1704年、ベンジャミン・チャーチ少佐がここで、イギリス海峡のジャージー出身のジョン・ブレトゥーンと妻子お及びエムラトルとその妻さらに3人の子供たちを発見して捕まえた。1734年、当時のマサチューセッツ湾直轄植民地総督の、 ジョナサン・ベルチャーがこの地を訪れた。1762年、干ばつのために、星草が不足し、スカボローのイザヤ・ホスター、アイザック・ララヒーたちが草を探してこの地を訪れ、湿地帯で大量の草を発見した。翌年大勢の人々がここに入植し、この場所の長所に親しむようになった。80人いた開拓者のうち少なくとも54人が、スカボローの出身だった。 彼らは植民地議会に開拓のためにこの近辺の払い下げを請願し、それが1770年に認められた。1763年に住民となった者たちの中に、サミュエル・スコットとシルバナス・スコット、t d リビーと G ・リビー、S ・ストーンと J ・ストーン、W ・ B ・ララビーと J ・ララビー、D ・ヒルと J ・ヒル、ダニエル・フォック、J ・ホスターがおり、その大半は、ウェスト・フォールに入植した。 またマンソン、ホスター、レビィ、スコットたちはイーストホールズに入った。1765年、モリス・オブライエンとその息子たちが製材所2箇所を建設した。1768年、スティーブン・ジョーンズが入職してきた。その息子は長い間、ワシントン軍の一般訴訟裁判所判事と県民判事を務めていた。年、他にも多くの者が入職し、 イースト側とウェスト側沿いに、いくつかの工場が、さらにミドル側沿いに一つの工場が建設された。マチャイアスの海戦。1775年、アメリカ独立戦争で、最初の海戦は、マチャイアスの海戦だった。作家ジェームズ・フェニモア・クーパーはその著書、アメリカ合衆国海軍の歴史の中で、この海戦のことを、海上の歴史ントンと呼んだ。 1775年6月、マチャイアスの町民がイギリスから宿舎用木材を要求されたのを断り、その後にマチャイアス港でマチャイアスの海戦が起きた。ジェレマヤ・オブライエン隊員とベンジャミン・ホスター隊員の式で開拓者たちがイギリスの武装スクーナー HMS マーガレッタを捕獲した。バーナムサカバ、1911年1776年のマチャイアスワンカイズ。 マチャイアスの街は地図の上端の支流西にマチャイアス、東にイーストマチャイアスの街がある。ホームズ湾はマチャイアス湾北東の大きな部分であり、マチャイアス湾は川口の東にある歴史ントンとコンコードの戦いでそれらの街の人々が陸上での戦いを始めたように、マチャイアスの多くの人々は海上での独立の戦いを始めることになった。 ボストンのイカボッド・ジョーンズ船長が休暇を得て、小さな船に食料を積んでマチャイアスに派遣した。それは、木と材木を積んで戻ってくるという条件が付されていた。そのスループ船を、ムーア・大尉の指揮するイギリス武装スクーナー・マーガレッタが護衛しており、5月9日にマチャイアスに到着して、4月に起きた歴史新 t o での流血沙汰に関する最初の情報をもたらした。 この町の目立つ場所に町民が自由の柱を立て、その感情を知らしめた日からいくらも経っていない時だった。ムーア大意はその柱の意味を知り、町を砲撃するという威嚇のもとにその柱の除去を命じた。ジョーンズの影響力もあり、ムーアはその威嚇の実行をついたちばしに伸ばしており、その間に住民は事態を検討するために集会を数回開いていた。 しかしその度に結論は柱を除去しないということになった。最後の集会が月曜日に開かれることになり、その前の日曜日に集会所での礼拝が終わる時にムーア隊を捕獲する作戦が立てられた。しかしムーアは川の上流から武装した者たちが渡ってくるのを窓から見て危険を察知し開いた窓から飛び出し時間に逃げた。 武装した開拓者の集団が川岸に達したとき、開拓地に向けて、マーガレッタから数発の砲弾が放たれ、川を下っていった。翌朝早く、ベンジャミン・フォスター、ジェレマイア・オブライエン及びその熱烈な支持者である、兄弟5人、さらにその他の者たちが、桟橋に集合し、ジョーンズの木材輸送用スループを捕獲した。このとき大声で呼んで、町の男たちを船に呼び上げた。 マーガレッタを捕獲する作戦が明かされ、臆病な者は騎士で待っていることを認められ、大胆な者たちでもマスケット銃を携えている者は数人に過ぎなかったが、他の者は熊手や斧を取り、川を降り、イギリスのスクーナーの攻撃に向かった。別の一体が小さな沿岸用ボートで後を追った。彼らは湾の中でスクーナーを発見し、乗り移るために並走した。イギリス艦からは、 大砲、マスケット銃さらに手榴弾で攻撃があり、それによって数人が殺された。両艦は離れたが、六人兄弟の一人である、ジョン・オブライエンのみが敵艦に乗り移っていた。数人のイギリス兵がすぐに彼に発砲したが、どれも当たらなかった。続いて、銃剣での攻撃を仕掛けてきたが、それが届く前にジョンは海に飛び込み、自分たちのスループに向かって泳いでいた。 ジョンは濡れただけで特に外傷もなく船にたどり着いた。マチャイアス住民が持っていた唯一の大砲は、ボール用のものであり、これをレールの上に乗せて発砲したところ、破壊的な効果があった。マスケット銃による攻撃も効果があり、マーガレッタの上甲板が払われた。指揮官のムーアの他数人が倒され、領艦が再度設限されると、指揮を取っていた士官が怯えて、看板下に逃げ、 即座に乗組員が降伏した。その後の6月26日、マサチューセッツ議会がこの事件の英雄たちに感謝の意を表する決議を行った。マーガレッタはアメリカ人に捕まった。最初のイギリス艦になった。ホスターとジェレマやオブライエンは間もなく市略戦に雇われ、かなりの成功を収めた。マチャイアスの町にはバーナム酒場があり。 マチャイアスの海戦の記念品を収める博物館となり、国定歴史史跡に指定されている。アメリカ独立戦争の記念として指定されている21件の家屋の一つである。第2次マチャイアスの海戦、1777年、マチャイアスの街はすぐに攻撃的となり、ニューブランズウィックやノバスコシアの愛国者を支援するための遠征が計画された。ノバスコシアの総督は、 この危険な街を潰す必要があると考え、1777年、その目的で、ジョージコリア海軍大将に4隻の艦船を指揮させ、80名の海兵を派遣した。この船体は8月初旬に湾に到着し、海沿いの工場一つ、家屋二個、納屋二軒、警備小屋一軒を燃やした後、下流で略奪を行い、マチャイアス滝から半マイルのミドル川、川口まで、 ブリーク艦の一隻を橋気に引かせていった。ここに来て高い騎士の上から活発な砲弾が注がれたために橋気の乗組員はブリックの上に乗り移ることとなりそこでも全員が甲板下に退避したのでブリックはなす術もなく下流に流されていった。町の武器を持つことができるものは皆騎士に上がっておりスティルマン少佐が指揮していた。川の対岸にはジョン・アレンが送った パサマコーデ属インディアン40ないし50人がおり、その州長、ジョセフ・ニリアラが指揮していた。インディアンたちが特有の叫び声を上げ、それを白人が真似し、樹木がそれに応えて震えるまでになった。イギリス兵はサイドワンに出て行った。この戦闘で特筆されるのは、 西のプレザント側の開拓地から若い女性のハンナ・ウェストンが愛国者のために20マイルを火薬を運んできたことだった。イギリス戦隊は1、2日後に湾から出て行った。この場所に工場を建てた最初の者たちの中にイカボット・ジョーンズとジョナサン・ロングフェローがいた。最初の集会所は1774年にジョージ・リビーが寄付した場所に建設されており、その場所には 現在、リビーホールが建っている。この建物は、長さ42フィート、幅25フィートあり、平屋だった。1786年、町民投票により、集会所2棟を建てるために200ポンドを使うことが認められた。マチャイアスの素晴らしい建物の中には、レンガとか黄岩を使って建てられた裁判所と監獄があり、裁判所は1855年に2万5千ドルで、 監獄は1857年に3万5000ドルで建てられた。郵便局と税関を含む連邦政府の建物はやはりレンガと花崗岩でできている。1871年に3万ドルで建てられた。中央通り改修派協会とリビーホールは精巧な木造建築である。他にも味があり、見栄えのする民家が多い。通りは街路樹で飾られ、歴史や文化の標識も多い。 1879年に、ボストンで死んだジョージ・エス・ヒラードは、マチャイアスの生まれだった。マサチューセッツ州サフォーク軍裁判所の指導的なメンバーであり、様々な名誉ある公職を保持し、地理、歴史、旅行の分野で人気ある著作を表し、ヒラードの読者と呼ばれる生徒の読者がいた。ポーター記念図書館は1890年代の、開館以来町の公共図書館となっている。 マチャイアスで最初の新聞はイースタンステートだった。ジェレマイア・ベイクが1823年12月23日に発刊した。週刊誌は西あった。マチャイアス・レパブリカンは毎週土曜日にシオーファーブッシュが発行する共和主義者の優れた新聞であり、マチャイアス・ユニオンはドリスコ・パーリンが出版社だった。毎週火曜日に発行され、政治思想的には 民主主義だった。現在ある週刊誌はマチャイアスバレーニューズ・オブザーバーであり、毎週水曜日に発行されている。マチャイアスとワシントン軍で最初に組織された教会は、回収派教会であり、1782年9月のことだった。ジェームズ・ライアン牧師が最初の牧師となり、プリムストン大学を卒業して、1771年にマチャイアスに来た。 1795年に死ぬまで東と西の村で礼拝を続けた。通常以上の能力があり、経験差が厚く、熱心な愛国者だった。この教会は、現在も続いており、州内でも最大級だと言われている。他にも町内には、バプテスト、メソジスト、ユニバーサリスト、カトリックの教会がある。町には、公共図書館があり、約2000館を増している。 すべて良好な教会の建物がある。町には優れた高校もあり、評価体系がある。学校舎が9つあり、そのうちのいくつかは上級の建物である。1870年の評価額は978,135ドルだった。1880年には779.588ドルになっていた。人口は1870年で2,525 25人。 1880年で2203人だった。マサチューセッツ議会が1784年6月23日にマチャイアスを町として法人化した。当初は現在のイーストマチャイアス、ホイットニービル、マチャイアスポート、マーシュフィールドの各町を含んでいた。ペノブスコット川とセントクロア川の間では初めての法人化町だった。1826年1月24日に イースト・マチャイアスが1845年2月10日にホイット・ニー・ビルが1826年1月24日にマチャイアスポートが1846年6月30日にマーシュ・フィールドが分離して別の町になった19世紀北部の木材伐採のために主要な鉄道中心に発展した2004年 PBS テレビの番組コロニアルハウスが マチャイアスポートで撮影され、一部はマチャイアスでも収められた。1800年代後半、600トン席の船が工場から300フィート以内で貨物を受け取ることができた。町内には製材所が8カ所あり、長短の木材、窓枠、ブラインド、ドアを作っていた。一つ以上の造船所、鉄中造所と機械工場、製粉所2カ所、素毛工場、缶詰工場、 ニューマ社工場、骨の製作所、印刷所2カ所、衛星会社、銀行3会社などがあった。マチャイアス貯蓄銀行は1880年の会計年度で339,708.36ドルの預金額、利益があった。ポートランド市との間に蒸気船航路があり、番号市とカレス市とは駅場社で結ばれていた。マチャイアスポートとホイットニービルを結ぶ。 貨物鉄道線はパーマーマチャイアスポート鉄道と呼ばれていた。現在は廃線となっている。マチャイアスはワシントン郡の南岸の中央にあり、マチャイアス側の河口に近い。西部は南のリトルケネベック湾に伸びている。マチャイアスポートが南東に接し、東はイーストマチャイアスとマーシュフィールドに接している。マーシュフィールドは北にも伸びており、 ホイットニービルとジョーンズボロが西に接している。街の地形は平坦ではないが、肥沃である。川沿いの岩は邪魔になることもあるが、滝から3マイル以内に、河口岩の広大な石切り場がある。この街の水力は、マチャイアス川の一連の滝から得られた。滝は、川口から6マイル上流にある、航行可能な上限であり、イーストマチャイアスとの接続部より上にも3つある。 滝の生み出す動力を合わせると、約937馬力となる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は14.80平方マイルで、あり、このうち陸地13.87平方マイル、水域は0.93平方マイルで、水域率は6.29%である。マチャイアスは、マチャイアス1とリトルケネベック1の奥にあり、それらは、大西洋の一部である。 メインワンにある。町内をアメリカ国道1号線と同大退路が通り、メイン州道92号線と同192号線も通っている。東にマチャイアスポート、南にロクブラフス、西にホイットニービル、北にマーシュフィールドの各町と接している。北は水路で隔てられて、イーストマチャイアスの町がある。マチャイアスの気候は季節によって、 温度差が大きいのが特徴であり、夏は暖かいか暑くて湿度が高いことが多く、冬は寒くて時には厳しい寒さになる。欠片の気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略号では DFB である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。